芸を磨くならスニーカーを磨けということで、今日はですねキックスクランさんのところにお邪魔してますということで、相変わらずここはすごいですということで、ちょっとね見ていきましょう。懐かしのスパイズイクのブーツのやつですね。あとナイキのブラックインフラレット、そしてブラックキャット6、黒ベロ、あこれ2013年、ちょっと持ってきてるかもしれないけど、綺麗、値段が出ちゃう。2013年5、そして、ジョーダン5サテン、軍事のゴールドメダルということで、いいな、ホワイトセメント、いいっすね。20周年エアホース、なかなかないな。20周年エアホースということで、下にスポーツブルー、最近なかなか見なくなりました。トゥルーブルー、スポーツブルー、トゥルーブルーカラーリング忘れちゃった名前。しまった。ブラック。はい。ブラック。エレファントだけどね。セメントって言ってるけど、エレファントですね、3は。で、イレブンロー。あ、ペリーポジト。スタッシュエアフォースワンがある、めっちゃスタッシュデッドであるのって珍しいですね、リーコン。いい、すごい。なんというよりはなかなかない、出てこないですよね。すごい、履いてみてどこまでとかあるんですか。まあまあ、でもでもすごい、ピュアです。ヒゲ冗談ワンとかね、オールスター来た。よいしょ、これ僕持ってるんですけど、今めちゃくちゃ高くなっちゃってるっすよね、これ今。すげえ綺麗、やっぱこれ、カラーリングいいね、やっぱり。すごい、よいしょ。いいっすね。そしてクリス・ポール13と、ブラジル6。いいですね。そしてトップ。私のジェレミー・スコット、95、アトモスライト、スクエアライト、バルセロナ・デイツ、
イコレクトさんで買ったブラックインフラレッド23とデザートグリーンベッカー13、いいな13。そして相変わらずベビーキッズかわいい。そうそう、かわいすぎると飾り券は買う人がいたら、これはちょっと後で値段見てみよう。値段も安くなってすごい。そしてこれ96デッドですか。そうですね、前回もそうですね、はい、確かに先週来たやばいっすね。未使用でもそこまでいきますか。アウトですね、もう飾り一発でぐしゃっていっちゃう。いや、かわいい。いや、すごいな。エルもいいな。マルーンのベビーデッド、かわいいな。よいしょ。人気のマップラね、マップラ。そしてデレコートボス、これワールドカップモデルなんですか。サッカーものですよ。あ、そうなんですね。へぇ、コートボス昔買ってたんですけどね、安かったんで。音楽で良かったですね。はい、あの、なんだっけ、鯉のぼりとか、はいはい、なんかあったじゃないですか。あれ結構集めてたんですよね。それも危ないですけど、いいっすね。コートボス加水し、あ、するのかな。でも大丈夫そうですよね。エアマックス系危ないですけど、やっぱり触るとなんとなく危ない。あ、本当ですか。でしょ、あとは履いてもらってっていう感じ。カーハートかっこいいな。ちょっと AX95 デイブホワイト似てますね。そう、デイブホワイトじゃないですもんね。でも似てるな。インデペンデンスデイ、あ、そうですね、独立記念日ですね、確かに。すごい、Excuse me.